トルコ共和国内のアレビー派居住地、アレビー派は、トルコ及び、ブルガリアのトルコ人、クルド人の間に見られるイスラム教の一派。日本語では、アレビ、アレビ、アレビーなどの表記が用いられることがある。第四大政党カリフのアリーを数敬するため、アリーに従うものを意味する、アレビーと呼ばれる。同一語源の名を持つシリアのアラビー派との関係については不明の点も多い。 アレビー派自身はイスラームであることを主張するが、スンナ派はアレビー派をイスラームと認めておらず、異端とみなしている。アレビー派はトルコ人の先祖が中央アジアに展開していたイスラーム界以前の時代に由来するシャーマニズムの要素を持ち、シーア派の教義も取り込んでいる。このため、シーア派の分派と説明されることもある。アレビー派は一夫多妻やメッカ巡礼には否定的で、 モスクは持たない。アリーをは、はじめ十二イマウムを崇拝するものの、アレビー派がシーア派から、どのように分派してきたか、あるいはそもそもシーア派に連なる宗派なのかは明らかでは、ない。トルコやバルカン半島に広がり、一般には神秘主義教団に分類される、ベクタシュ教団と協議などの面で共通するところが、多く、ベクタシュとアレビーは、アナトリア半島の土俗的なイスラム信仰を、 同一の根源とする一体のセクトであるとも考えられる。アレビー派はアナトリア東南部を中心に一定の勢力を保っており、その信者数はトルコ国民の1割あるいは2割を占めるとされる。一説には3割を占めるとも言う。オスマン時代に様々な弾圧を受けたほか、現在のトルコ共和国でも多数派のスンナ派から異端視されることがしばしばあり。 歴史的に二級市民扱いされてきた存在と説明される。1993年7月2日、水バスで開催されたピールスルタンアブダルサイに招待された知識人たちが滞在していたマドゥマクホテルが反アレビー派のデモ隊により放火され、33名の招待客、2名のホテル従業員、2名のデモ参加者の計37名が消失するという事件も起こっている。 アレビー派はトルコにおいては宗教的、民族的マイノリティであることから、共和人民党などの世俗主義派や改革派を支持する傾向がある。トルコにはアレビー派をめぐる政治問題も存在し、ジェムエビと呼ばれるアレビー派の宗教施設の法的地位や学校の必修科目である宗教科目の扱いなどが課題となっている。トルコにおいて、崩る場所という単語は、 アレビー派に対する最大の侮辱であり、中傷であるとみなされている。トルコ国外では、崩る場所は単なる歴史用語以上の意味はなく、また、トルコ語の時点でこの言葉は、シーア派の一集団の構成員に与えられた名前、としか記されていないが、トルコ社会ではこの言葉が何を意味しているのかは、公然の秘密であり、不要いかつ、不適当な場面でこの言葉を用いた際には、 殺傷事件にまで発展しかねない宗教上のタブル用語であることをトルコ人なら誰もが知っているという。1995年1月にギュンデルーミットという司会者があるゲーム番組で妊娠している素人の女性と冗談を言い合っていた際にその女性がお腹の子の父親があなたでないとしたら私の父親かしらと発言したことを受けてお前さんは崩る場所なんだね。 多分と言い返した。その直後、海とは、出現を取り消して謝罪したものの、この出現はアレビー派に、多大な反発を引き起こすこととなった。この番組を放映したテレビ局には、数千名のアレビー派が抗議に押し寄せて、一部は、暴徒化するなど治安部隊と衝突する事態にまで、発展した。一方、アレビー派によれば、この時アレビー派ではない何者かが、 テレビ局に火を放とうとしたが、アレビー派がそれを阻んだという。さらに、ウミットに何かあってはならないと、自分たちを侮辱したウミットを守るため護衛にさえついたとも語った。なお、この事件が2ヶ月後に、イスタンブールで起こった、宗派対立に近するアレビー派と、警察や治安部隊との大規模な衝突事件の伏線になったとも言われている。その後、2010年には、 タレントのメフメトアリエルビルが司会を務めていたジャルクフェレキという番組でアレビー派に対してロウソクの火が消えたってここで消しているんだよと出現したエルビルは以前にも僕が崩る場所だってそんなバカなと発言したこともあった番組を放映したスターテレビはジャルクフェレキの放映を中止することを発表するとと,ともにエルビルも謝罪の意を述べたものの アレビー派から多大な反発を受けて抗議活動が展開されることになった。ありがとうございます。